今日は日曜日なのですが、これから、先日の続きを訳したので読んでいこうと思います。昨日はね、ちょっと忙しかったからできなかったのですが、マリナさんのインタビューの続きですね。これは4回目かな、今日は。ケビンさんのインタビューですね。マリナ、私たちがリアンカーネーション、転生するとき、それは単なる物理的な DNA ではないことがわかります。DNA、それは実際にはあなた自身の魂の DNA、それらの遺伝学と調和し、あなたが知っているエネルギーと周波数の混合物を作り出しているのです。転生には良心の知識ではなく、より多くの意識の属性があります。その分子に基本的に言えば、もしあなたがあなたの魂に地球生命体の血統があるなら、DNA が、地球外生命体の血統があるのなら、DNA が混雑していて、DNA が改変され、地球外生命体のより高い振動数が多くなり、私たちが知っている他の多くの方法で雇用されているのですが、それはスターシードが生まれる時です。基本的に遺伝子プログラムで働いている ET たちにとって遺伝的に改変されます。実際にグンダリーニが覚醒したのと同じ年だったということを私がどうやって分かったかという、そういうことですが、それは私の超能力やダウンロードのせいで起こったわけではないでしょう。私がそのインフォメーションを強引に得ようとしたわけではありません。それがより直感的なものであることです。より常識的なことです。なぜなら、私がこれらすべての質問を自分に問いかけていたとき、なぜ宇宙が何なのか、意識の構造が何なのかを知るのです。私たちが人類を好きになることを考えました。そして私たちが猿から進化するわけなどないと思いました。モンキーであるということは絶対にありえません。私たちがハイブリッドであるということが分かりました。その時からよく疑問を持ち始め、なぜハイブリッドという考えにそれほど結びついているのかと感じました。私は見た目が違うように感じます。知性や物事の認識方法が私は異なります。私には科学的説明できない能力があります。なぜ私のありのままの自分と共鳴していると信じているんだろう。そしてその時、グレーとして知られる存在が実際に今ここにいて、私のことを知っていたのではないかということを強く感覚を、そういう感覚を感じました。そして私は彼らとつながっていて、多分彼らによって遺伝子操作された可能性が高いと思いました。次いきます。そして私はそれが真実であることが分かりました。ケビン、わお、わかりました。あなたの魂の系統があなたの肉体ではないと言っていますね。あなたはとても直線的であるので、おそらくあなたが感じたある種の何かとのつながりがあるのかもしれません。この惑星を超えた何かと、もしかしたら別の人生か未来の人生を持っていたのかもしれません。多分あなたには今いるところで異なる人種として転生したことを知っているか、もしくは別の人種として知っていて、その刻印があなたの魂の中にあることを知っていて、それはあなたの DNA をある種変えていて、または変えずにちょっとした点であなたは他の人たちと違うタイプの人間にさせられているのかもしれません。もしかしたら自分のサイキックな側面や、サイキック能力のチャネリング能力の側面についての考えに対してもう少しオープンになっているのかもしれません。あなたはおそらく他の人よりもオープンで、進化の異なる段階にあることを知っているのかもしれません。彼らの魂の中でそうなのかもしれません。マリナ、ある意味、サイキック能力はハイブリッドとスターシードについて話すとき、重要なものは意識です。意識そのもののようなもの、人生で持っている最も全体的な考えです。エネルギーについて、超能力のようなシーン、すべて直感的な能力、それらすべて次のような拡張です。より高い直感、より高い統合された意識を知っています。より高いレベルの意識がわかります。ケビン、あなたはアブダクション、あなたはアブダクション、誘拐の経験でアップグレードが行われていたのではないでしょうか。だからこそあなた自身がやっているミッションを宣伝する大使のようなものとして使命を果たしているんだと思います。マリナ、本当です。私の最もスピリチュアルな観点は、そうするためにここにいるということです。なぜならスターシードが
私の使命が何なのかを尋ねるとき、スターシードがたくさんいて、私には使命が、最初の使命がなければならず、指示や日々の特定のインフォメーション、特定の情報を見つけようとしているのです。ここまでなんですけど、今日は長いインタビューなので、まだ全部訳せてないですね。ちょっと難しいかもしれないけど、まあ、スターシードとして生まれてきたということで、使命というかミッションを感じてるって言ってますね。だから、ダウンロードされてきたり、頭の中に、あとは、だから、そういう指示が送られてくるって言ってるので、もうこれは、彼女はそういう、大使、アンバサドリスってなんていうの、アンバサドリスのことなんて言うんだろう、アンバサダーみたいな、そういう役名をする宿命みたいなのがあるのではないかと思います。私は、パンを作ったので、昨日ね、パンを焼いたので、食べたのですが、まあ、パンって、1ユーロ以上から2ユーロぐらいするので、私はブールっていうこういう丸っぽいのを焼いても、ここまで食べちゃったんだけど、ここには、干しぶどうと、レーズンね、レーズンと、あとアーモンドと、あと、なんだろうかな、赤い実、ゴジっていう赤い実と、あとなんだろう、カシューナッツの入ったパンを焼きました。でなぜやったかっていうと、1ユーロでも元を取ろうと思って、もう1ユーロでも私はこの3年間備蓄をしてきたのですね。戦争が起こるとか言われたり、あとはなんだっけ、この後だから物がなくなるって言われたので、小麦粉を買い占めるんじゃない、私は買い占めてないです、何袋か備蓄していたのであるから、もうすぐ期限切れるから使ってるって感じ で、まあまあ1キロの小麦粉で53チームぐらいだから、それをまあ4回ぐらいに分けてパン 4個焼けるわけ で、私はふくらし粉みたいなの持ってるから、もうすでにそれも買ってあるから、あと電熱費っていうか、オーブンで焼くそのまあ30分ぐらい焼くとしても、うちは大家さんが電気払ってるから、全部込みだから、別にそれは全然ただでできるので、パンを焼くことにしたんですね。それでまあ何が言いたいかというと、今バゲットが高い。昔は私がフランスに来た頃はバゲットはまあ国が援助してたからすごく安かったんですけど、今1ユーロ以上になっていてとても高いので考えられない。だからこれね、30日間やっていたら、まあまあ、1ユーロ50として、それが30日間やってたらたまらないので、粉は安いから、それでやろうかなと思って、まあ、こねるだけだからね、機械はないけど、手でこねてるだけだから、簡単なんですよ。力を入れ込めて。はい。パンの本っていうのもあるんですよ、私。買ってあったので、昔。それ見ながら、ここにある、これ、いろんな種類のが、楽しい本。パンの本っていうのがあって、なんだろう、いろんな種類のパンができるから、例えばピザの生地とかクレープの生地とか、なんかこうイタリアの長っぽそいやつとか、あと黒いパンとか、そうですね。だからまあ1年間計算してみると、安い生活費が安くなるっていうか、少しでもなんとか元を取れると言いましょうか。何やってんですかって言われるけど、パンをね買ってくればいいじゃないって言うけど、自分にはあんまりお金かけたくないのね。猫にすごく最近お金かかっちゃってるから、猫にこうお金をかけて、あとは猫の餌を買って、あとは自分は戸棚にあるもので食べてますね。まあ、3ヶ月間ぐらいは、生きていかれるぐらい、隣にあって、もうすぐ期限切れになるものばかりなので、まあ、パンデミック、そう、ロックダウンになって、みんながなんか、買い足していって、中に、隣の中にいっぱい物を詰めている人が多いと思うんですけど、そろそろ期限切れになってるから、もう、使わなきゃと思って、捨てちゃう人もいると思うけどね、そんなの。私はそこですよ。お金というものは大切に使わなければならないと思うので、私は冷蔵庫にあるものは
捨てませんね。全部最後の最後まで使ってますね。まあ、母親とかが家事をしていた頃は知りません。どういうふうにしてたのか聞いてないから。でも私は、なんだろう、ケチなのかもしれない。ドイツの、ケチな精神、ドイツ人のケチなのを見てきたから、リンゴの芯までかじるみたいな、リンゴの最後の最後の最後までかじっちゃうみたいな、残らないっていう、そう、ろうそくの最後まで灯すみたいな、ろうそくの最後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 まで捨てないで灯すみたいな、ドイツ人精神から来てると思うんだけど、はい、そうですね。だからちょっと今パンを作ってます。作りました。で、なかなかいいものですよという感じで、自慢話ではありません。全然恥ずかしいですね。逆にだってみんなバゲット1本買うでしょ普通。というわけで、ピアノもね、どうしてピアノを今やってるかというと、始めたかというと、ギターを習う予定が変更されて、ギター習いに行くの、まあ遠いんだけど、私の郊外なで、私、あれ、フランスが分かんない、郊外なのですが、フランスの、だからこの郊外に住んでいて、で、まあ反対側の郊外に先生のある人が住んでいるから、遠いっていうか、それがちょっとできないっていうのがありますね。今ちょっと忙しくなっちゃって。あとはギターを習わないから、まあ家でピアノなら弾けるかなと思って、ちょっと頭の切り替え、ギターを習うっていう、このそう、すごい楽しみにしてたんだけど、でも切り替えてピアノを弾いてアップしてます。はい、そんな感じ。でもいつかね、ギターを習う日が来ると思いますけど、今ちょっとね、楽器買えなくなっちゃったから、はい。でも買おうと思ってたんだけど、ちょうど今買おうと思ってて買えなくなっちゃったっていう、この結末、笑ってしまいますけどね。はい、でも長い人生まだ続くかもしれないし、わからないけど、まあ続かせたいと思いますね。なんかよく人生悲しいとか言って生きていたくないっていう人いるけど、なんか毎日いろいろ起こりすぎて、私の場合毎日いろいろ起こりすぎてて、問題問題問題が起こりすぎると笑ってしまいますっていうか、別に忙しくなっちゃうのね。そうすると忙しいと走り回るから、よく悲しいとか言ってる人いるけど、泣く暇もないみたいな、猫が死にました泣くとかいうこともなく、そういう時間もなく走り回ってます。はい、今音楽やってる、だからそうやって、今は次回またショパンに戻ろうかな、だからラフマニノフをやるかもしれないし、ショパンに戻るかもしれないしっていう感じで、次回はピアノでやろうと思います。ではでは、チャオー。